イークトリエフセイ,イエビチススリーンは、ドイツ在住のロシア人作曲家。1981年の段階で、ソビエト連邦から西ドイツに移住した。1946年に4歳で、ピアノの学習を始め、最初の作曲を試みる。1950年から1962年まで、ハリコフ音楽高等学校に通い、 1961年から1966年まで、ハリコフ音楽院で作曲を、ディミトリー・クレバノフに、ピアノを、ビクトル・トッピリンに指示。1962年から1966年まで、モスクワ国立、クネーシン音楽学校において、作曲を、ニコライ・ペイコに、ピアノを、アナトリー・ベデルニコフに指示。1966年から1980年まで、 モスクワの国営楽譜出版社ムズイカに編集者として勤務。1967年にソ連作曲家同盟の会員となる。1969年にピアノ・ソナタによって新人作曲家コンクールに入選し、1971年には初めて国外で自作が上演された。1972年から1975年まで、 モスクワ音楽院で、還元落法を指導する。1975年には、ビャチスラフ・ワルチョーモフやソフィア・グバイドゥリナと、即興演奏グループ、アストレアを結成した。1979年11月に数作が、パリやケルン、ベネツヤアで上演された後、ソ連作曲家同盟第6回会議において、フレンニコフの7名として公然と師団された。1981年に、 西ドイツに亡命し、1984年からハンブルク・ハンス・シコルスキー学府出版社に編集者として務めた。ありがとうございます。